しないといけない部分があるんですよ。だん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 ずれてくる。ずれてくるんですね、はいはい、それぐらいのところから今はもうねバッチリできるようになって、まあ、1年ですごく成長したんですよね。僕が成長したっていうとちょっと失礼なんですけど、謙遜してます、ものすごい。でその中で、まあ、僕がひっくり返りするように直しで、ね、あのガスレーションドライバーのオーカルドっていうんですけど、オーカルドがぶつかってそれを直し、すごい鍛えられましたね。ありがとうございます。なんかノリさん、あの試練を与えたんですよ、わざと、ね、そうなんです、わざと与えました。何もないとやっぱ育たないと思うんで、常に、ね、見ていただいていかがですか。そうですね、やっぱりね、あのラリーの願いってすごくね、人を育てるんですよ。本当にいろんなことが起きて、それをね、そのちゃんとした工場じゃないところの本当に野原みたいなところで限られた工具で時間内に直すっていうのはものすごい、その頭も使うし、ね、体力も使うし、いろんなことやってて、やっぱり最終戦の新一郎の時にカーボンが壊れて、うちの息子が乗ってた時に本当なんか交換できないだろうと。そうということで、全日本のラリーのねお話をしてきたんですけど、トヨタガスレーシングは、まあ、チャレンジプログラムとして若手ラリードライバーの育成というものをやっていまして、2017年いよいよ来年に、ね、参戦予定の WRC の参戦に向けたものをやってますけど、安藤さん、このチャレンジプログラムちょっと簡単に教えてください。ラリーチャレンジプログラムには今あの2人、新井選手の息子さんの新井宏樹選手と勝田選手の息子さんの桂高本選手の2人が今2015年選ばれて